近藤義助5月大正11年7月5日は、新選組大使。階級は校長。後に、河村三郎と名乗る。近江国国友村出身。近藤は、養家、河村は生家。2歳の時に、父、10歳の時に母を失う。幼少より、江戸市営館の近所に住んでいたという。元治元年10月、大使募集に応じて22歳で新選組に入隊。伍長を務めた。鳥羽、伏見の戦いで負傷したが、甲州勝沼の戦いに従軍し会津戦争に復帰。母成峠の戦いで新選組本隊とはぐれ、安兵隊を組織していた長倉新八と再会して、共に米沢に向かった。榎本武明、土方歳三らの蝦夷地渡航を伝え聞いて、同じく蝦夷地へ向かおうとしていたところ、米沢城下で新政府軍に捕まり、江戸へ送られる。新政府の尋問では、新選組大使であることは明かさずに、単に幕臣であるとした。静岡藩預かりとなった後、京都へ送られて、取り調べの末、明治3年に釈放される。その後、横浜市住吉町、南太田町で大元市を開業。明治20年、県令議員に就任し、以後、市議会議員、県議会議員を務める。議員仲間の高橋少尉に送った手紙が貴重な、新選組関係資料として残る。長倉新八や斎藤一など、生き残りの新選組大使らとも交流が続いていた。大正11年、死去。享年80。なお、2009年放送の海運。何でも鑑定団において、子孫が遺品である、近藤勇と、土方歳三の肖像写真を出品。どちらもオリジナルから複写されたもので、数枚しか現存しない貴重なものだった。河村三郎の手になる新選組王子実践談書は、京都府会の議員であった高橋少尉に宛てて書き送った2通の手紙からなる。日付はいずれも6月20日。年号はなく、明治39年頃と推定されている。これは、京都府立総合資料館デジタル展覧会のサイトで見ることができる。ありがとうございます。